将棋将棋の先鋒振り飛車中飛車角の銀中飛車角の,の銀中飛車は将棋の先鋒の一つ。飛車を5筋に振り、中飛車とし、左銀を6七に置く構えを言う。相手が急戦の場合はこのまま対処する。この場合を特に、片つの銀という。時急戦の場合は、右銀を4七に、右金を3八ないし4八に、玉を2八ないし3八に構える。 左金は7八に構えることが多い。左右対称的な構えである。本来、左金がいるべき後八には、飛車がいるためこのような構えとなる。二つの銀が角のように見えることから、この名前がついた。戦いながら、左の金銀を手順に、玉の守備に回すのがかつて、大山安春が得意とした指し回し。また、 三八飛からの袖飛車での逆襲も有力な手筋。これに対して威飛車側は、対島飛車の時とは違い、防銀などの急戦を仕掛けるのは、非常に困難であるが、後手中飛車に対しての下頭流袖飛車や金、脱戦法が知られている。また、持久戦としては威飛車穴熊や、玉東クライドリ戦法などが有力な対策である。小筋をつかない場合は特に創始者。 山口秀夫の愛称にちなみ、A ちゃん流と呼ばれる。また一段飛車に構えた後、角を五筋に移動し、玉の囲いは中住まいとすることもある形を風車と、い,い、伊藤家などが得意としている。風車は、角銀中飛車から発展して組み上げるが、初めから風車を狙う指し方もある。山田道義によると、角銀中飛車の原型は、江戸時代後期に見られ、 それが流行したのは戦後になってからであるという。得意とした騎士として山田は松田茂役の名を挙げる。他に大山康春や松田光造もこの戦法を大いに得意としており、特に大戦はいつの間にか左の金銀が玉川に寄っていく独特の差し回しで山田道義や二上達也、加藤一二三らの挑戦を退け前世紀を築くことになった。また、 袖飛車戦法に対する三一金と引いて対抗する手法は常識化されている。その後も大内信行や森慶二といった一戦級の騎士に愛用者を得て長らく中飛車を代表する指し方であった。しかし左右に金銀が分かれており玉の囲いが金銀一枚ずつと薄く差しこなすのが難しい。一車穴熊などに対して決定的な対策がなく勝率が下がった。 そして、角銀中飛車の衰退とともに中飛車自体が刺されなくなった。中飛車の復活はご機嫌中飛車の出現を待つこととなる。現在でも角銀中飛車の風車先方型を常用する騎士に伊藤家がいる。伊藤は王座戦でこれを用いた時に加藤一二の暴銀と同じように長年同じ先方を刺し続ける珍しい騎士と東京新聞に書かれている。 現代将棋の急所188ページ。山田はこの指し方を、牽制球と表現し、敵の攻め足を止めるという受けの意味だけにとどまらず、時には玉刀から攻め込むという鋭さも秘めていると評す。暴銀を得意とする加藤一二も、後手中飛車に対する暴銀は、良くならないとする。加藤流振り飛車破百124ページ。なお、山田道義は著書において、 右島飛車を角銀中飛車を含む振り飛車への有力な対策と述べている。現代将棋の旧書222ページ、現代に生きる大戦ぶり飛車48から49ページ、消えた戦法の謎71ページ、高橋道を、緊急レポート位、飛車 VS ぶり飛車プロ間における、最近の序盤傾向の研究第2回三軒飛車中飛車編。 現代将棋の旧書188ページ、現代将棋の旧書209ページ、現代に生きる大戦ぶり記者54から55ページ。藤井武氏は、好きな手、久保敏明は、印象に残る手としている。ありがとうございます。